死ぬほど軽いっすね、アリーナは。すげえ、これタルコフのタスクを落とし込んでるんだ。ファームメインのタルコフと対戦メインのタルコフを用意した感じだ。これはでも俺は面白いと思うな、結構。あれ？トロロさんだ。やべえ、うめえ。おほー、は？絶対許さんからな、お前。よし、やるか。エスケープフロムタルコフアリーナ。あ、ランクか、これ。1500って。なるほど。あ、あと500で上がりますよってことか。ランクあるんだ。ランクによってこれもしかして変えるやつが決まってる感じなのかな。俺は今ジャッカルまでのやつが変えるってこと。一番高いやつがいいんじゃないの。チャンピオンって書いてある。あ、なるほどね。これでロードアウトが見れるのか。試合前にやっぱ買う感じかな、前と同じで。120万しかないから、買いまくっちゃうとダメってことか。多分毎回買う感じだ。なるほどね。とりあえずシュートアウトってやつ選んでみるか。よくわかんない。2つ入れれんのか。ああ、どっちもじゃあ入れてみるか。マップ。ああ、マップもなるほどね。全部いられるんだ。はい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 。ジオみたいだな、これ。レディーってやつでしょ。でででで、ああ、やっぱそうだよね。ここで選ぶんだよね。いや、そうだ。あ、バイタイムが1分半ぐらいか。これかな、とりあえず。これでいいのかな、バイ。うおー、いった !76,100 ルーブル。で、ロードアウト見れる感じだよね、多分。あー、なるほどな。あー、ロールでも選べるんだ。マークスマン。へー、なるほどね。はい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 、そういうことね。ラウンドの初めにゴルスタ舐めて、注射ぶっ刺して戦う感じか？おー、うっそ！あれ？シングルファイアしか打てない。なんでだこれ。あれ、STM ってシングルファイアしか打てない。あれ？いや、ちょっと待って。え、やばい。全然わかんないわ、戦場に。全然わかんないわ、終わった。あ、ここでも撃てるんだ。青チームどこだ。なんかいなくね。全然わからんな。パパ。M4 使ってる人いる。あれ？ M4 使ってる人いない？破片は結構多いね。なんかあんま、詰めたらやばそうな感じするけど。どうなんだろう。多分死ぬと思う。あると思う。そういう石とか。ちょっと待って、これ強ない？ちょっと待って。めっちゃ蹂躙されるやん、これ。あされるんだ。へぇ。あさってじゃ戦うのもありってこと。おい、これ絶対外れだって、この武器。一番高いのがあったのにな。これで一番弱いの？クリエイトゲーなの分かった。ああふざけんなよ、俺。ちょっと。
倒せねえじゃねえかよこんなの。ガチエグいぐらい死なないんだけど。レベル上がるとね、ロードアウトが解放されるっぽい。多分相手の人が使ってた武器とかが使えるようなんじゃない。アサルトライフル、ガード、やっぱ俺が選べる武器まだクソみたいな武器しか選べないな。あ、やっぱそうだな、これ。あ、そうじゃね？ほら、やっぱそういうことだ。あ、ほら、多分そういうことだ。やっぱ、アンロックしていくんだ、アイテムを。レベル上げてアンロックして、あれか、強くなっていく方式か。アティックってやつからいくか。あ、ペペシャ持ってるね。サブマシンガン強そうだな、やってる感じ。なんかゲーム性的に。でもやっぱ、タルコフの、あれだね、操作感とか気持ちよさみたいなのは結構、いいね。ゲーム性とかってよりは今んとこ操作感めっちゃいいな。やっぱこのゲームアリーナめっちゃ軽いね。死ぬほど軽いっすねアリーナは。じゃあやっぱスタートダッシュしたやつが強いゲームだったか。そこはやっぱタルコフと変わんねえんだな。これを使っていけばいいってこと。え、これ単発なの。え、でも使わないとダメだよね多分。最初武器指定タスクみたいな感じなのか。すげえな、やっぱそこはタルコフなんだ。アクティベロボトチクザクワータ давай интенсивнее убивайтесь。オブジェクティブキャプチャリング。В раунде побеждает команда Сини。え、それ俺やで。バカ。バカ、なんでお前出てきたんだよ。おい。なんでお前前出てきたんだ今。俺これ来てんじゃないの。この武器だろやっぱ。バレた。俳句してる暇ないね、マジで。マジでないな。意外とでも突っ込むの強いね。奥の方が強いオブジェクト用意されてんだな、これ。なるほどな。よくできてんな、マップ。まあ、COD とはでもだいぶ違うかな、やってる感じ。だいぶ違う。全然違う、COD とは。やっぱ、エイムとかっていうよりはって感じやな。85,079。あ、なるほどね。金増えるんか。勝ったら。あ、そういうこと？これだ。プリセット、ペペーシャ。そういうことだ。はい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 。あと4試合ぐらいしたら次のレベルの武器が解放されるわ。結構早いんだな。これを繰り返していく感じなのか。で、所持金を増やしながらやっていくと。だから負けると金がなくなって装備使えなくなるってことか。むごいな。じゃあ終わりから見た方がいいか。使いたい武器見てどこ解放していくか。どっかででもやっぱショットガンとか来ちゃうんだ。すげえ、これタルコフのタスクを落とし込んでるんだ。そういうことだ。武器を使わせるんだ、この解放されていく間に。なるほどな。タスクなんだ、だからこれが。やっぱタルコフなんだ。アリーナって言っても普通にタルコフだ。ファームメインのタルコフと対戦メインのタルコフを用意した感じだ。これはでも俺は面白いと思うな。結構ゲーム内のシステムで面白さを出すっていうよりはゲーム外のシステムで面白さを出してきたんだね。ファイナルズとは真逆だ。ファイナルズはゲームの中身が良くてゲームの外が悪いんだけど、ゲームの外を良くて、まあ、ゲームの中悪くはないけど、まあシンプルって感じだね。こっちは特筆すべきものはそんなにないって感じ。結構走っていいんだよな。ちゃんと見てる。やべえ。ちゃんと見てる。あれ？トロロさんだ。すげえな。またここでも会うのか。どこでも会うやん。トントロロ。トントロ。間違えたらなんかあれまずいな。気まずい感じになる。世界狭すぎ笑った。
ぱちゃんと裏見てんのな。偉いな相手。最適ヘッドショット出た今。やばくね今の。は絶対許さんからなお前。やべえうめえ。どっから撃たれた。おいチャカで動いてるやついるぞ。大丈夫か。あれ消えた。お前見たのね。妙だよ。あれ？どこ行った？え？番号割り振られてないのきついな。いつもの癖で押しちゃうわ。真ん中はフルオート武器の人間しか戦うことが許されてなさそう。なんだこれ。どこ行っても噛み合うな。右行っても左行ってもいるんだけど。右行っても左行ってもトロロさんがいる。なんでなんだ。終わりか。負けか。ディフィート。やべ、金がどんどん減っていく。アリーナ破産ありでした。多分ロードアウトフリーで行ってピストルしか持ってない人は破産した人っすね。